勝手に占いということで、シューマさんにこのチャンネルでもおなじみのあの方のお誕生日の運気を見ていただきたいと思います。 MC 務めさせていただきます、アリスと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。何このなんかいきなりの入り方。シューマさん本、ちょっと待ってちょっと待って、雪風水のシューマ、すいません、よろしくお願いいたします。いつも忘れちゃうから、ね、まあ、いいんじゃない。シューマさんこれ、はい、出ましたね。これはい、ありがたいことに、はい、あのリメイク版なんですよこれ。あ、そうなんですね。あの前に出してたやつをさらに、はい、こう今風な言葉というか、はい、なんかなかなか時代に合わないような言葉の表現使ってたんで、結構前に出てるって、なのでそれをちょっと削りながら、見やすく今風にちょっと言葉を変えながら、リメイクしたやつです。そうなんですね、はい、私7日生まれ、グレート型とかあるんですけど、はい、すごく美意識が高く好き嫌いがはっきりしている自由人。あ、すごい、もう引きつけられる。もうそのままじゃないか。そのままじゃないか。はい、すごいですね。そのままじゃないか。じゃあこちらを見ながら、はい、今日は進めていきたいと思います。山さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、はい、さあその方とは将棋棋士投資家の桐谷博人さんです。桐谷さんのお誕生日は1949年生まれ、10月15日広島県竹原市出身ということなんですけれども、はい、桐谷さんといえばね、エイブルのイベントにもご出演されているお方なんですけれども、シューマさん、桐谷さんのお誕生日やプロフィールをご覧になっていかがでしょうか。はい、あの自転車で爆走してる人です。そう、やっぱりそうですよね。もうなんかすごい、すごい時間に追われてるのかなんか分かんないですけど、はい、ダーってやってる、まあ、イメージ、名前だけ聞いたら最初分からないですけど、はい、こういろいろ聞いて、すごい方、あの人か、あの人っていうことで、はい、見ました。どうですか、はい、桐谷さん。ちなみにこの本を使ってやるんですけど、はい、15日って見てもらっていいですか。はい、分かりました。これ見やすいですね、シューマさん、はい、15日、15日、はい、桐谷さん15日生まれなんですよ。これあの、うん、本当に誕生日なんですよ。誕生日、はい、分かりやすくていいですね。何年何月とかではなくて、本当に何日生まれのところに特化させたやつなんで、はい、じゃあお願いします、はい、桐谷さん。私が読むんですか。15日生まれ、はい、シャーマン型ってありますけれども、はい、シューマさん、シャーマン型です。とびきりの勘の良さと運の強さを持っている人、取り立てて特別なことをしているわけではないのに、なぜかチャンスに恵まれることが多く、臨時収入があったり、憧れのポストに大抜擢されたり、欲しいものをプレゼントされたり、こうなるといいなぁなんて思っていることが実際にそのようになることも多いはずです。すごいラッキーじゃないですか。なんかそんな感じしません、ね、桐谷さんって、なんか自由に自分のやりたいことをやりながら、はい、今書かれてたように勝手に周りが盛り上げてとか盛り立ててとか、それがうまく回っていくっていう感じの持ってるのが15日生まれのちょっと特徴なんですよ。しかもシューマさん、はい、人柄も魅力的ってありますけども、はい、見ててなんかこう憎めないというか、はい、そういうところが終わりですもんね。そうですね、なんか嫌われにくいっていうのもちょっと特徴があるんですけど、あ、まあまあ走ってる言葉は厳しかったりだとかあると思うんですよ。特徴的に、だけどそういうのもなんか総裁ではないですけど、こう柔らかく見られてしまう、見られて得をしやすいっていうのが15日生まれの特性として、はい、あります。見返りを求めない優しさが幸運な出来事を呼び寄せている、すごい得が高いというか、はい、シャーマン型ってありますけど、このシャーマン型っていうのはどういうことなんですか。ですね、足した合計数字が6になるやつをシャーマン型って言って、うん、本当に直感インスピレーション型の特徴なんで、なので6日生まれ、15日生まれ、24日生まれ、あと何がある24いったか、それ以上はないか、足して6、33日生まれはないですもんね、はいはい、そういうことなんですね、はい、っていうこの足した合計数字が一桁になる方のやつでシャーマン、だからアリスの場合は7なんでグレート型、あ、はい、そうやってカテゴライズされているんですね、はい、しかもシューマさん、こちら注意すべきことまで書いてあるんですけど、これは嬉しいですね。はい、大体ですよ、
この本を読んでいただく方とかこう見た人たち、はい、注意すべきことと弱点の部分でみんな、うんうん、あーっていう人が多いんですよ。人にはこうやっぱり欠点とか必ずしもありますからね、はい、そこだけちょっと補えばかなり人生だいぶ変わってきます。だいぶ変わってきますよね。志、はい、島さんあれなんですか、やっぱりこういった誕生日や生まれた場所によって運命っていうのを変わってくるものなんですか。出だしから運命深いワードが出ましたけれども。はい、はい、一応あります。生まれた土地との相性ってあるんで、はい、なので生まれた土地その環境で自分自身がうまくなんか運よくというか楽しく過ごせたかどうかっていうのが結構ポイントで、学校生活も含めてなんですけど、幼少時代、なのでそこを、まあ、なんていうんですか、なんか苦労なく普通に、まあ、順風満帆でもなくただ普通に過ごせたっていう場合は、うんうん、基本合ってる土地っていうふうにみんなします。なんでちょっと外に出ましたとか、はい、戻るとか体力回復するために必要な場所になってくるんで、なので生まれた土地場所っていうのは嫌なことがない限りは基本的にはそこで育ってるのでその土地とは本来合うはずです。ご縁があるというか、はい、そもそも運命というのはこの決められた人生とかそういった意味合いなんですか。いや運命は変えられるんですよ。運命運勢は変えられて、はい、今言ったように変えられない部分は宿命と言います。宿命、はい、例えば、ね、鈴木になりたくなかったのにとか例えば沖縄に住みたく沖縄に生まれたくなかったのにとか、っていうことはもう変えられない、もう生まれ持ったというか宿命の部分なんで、そこを知った上で自分の運命だったり運勢だったりを変えていきましょうっていう考え方が琉球風水術になるんですよ、はい、で今回この桐谷さんの15日生まれっていうのも、はい、変えられないやつじゃないですか基本。そうですね、宿命として15日生まれの特性っていう、はい、なのでそれを知った上で合う合わないっていう動き方をすると、うん、いい方向にこの15日生まれの良さが出ますよっていう特徴になります。より引き立つみたいなことなんですね、はいはい、で必ずしもこれが絶対ではなくて、はい、なので、まあ、本当に言ったみたいに生まれた土地環境、うん、あと出会う人たち親からの教育、まあ、学校の先生とも含めてそれによっても変わってくるですよ。だからなので宿命は変えられないですけど運命運勢は変えられる、運気も変えられる。運気は変えられないから運気は乗ることがベストなんで、はい、なので桐谷さんの場合はまあなんか当てはまってはいるけどそうです、ね、あと全体的な特性で見るとまあまあ真面目で、はい、自分ルールに結構厳しいっていう特性も持ってるんで、そこからちょっとそれないみたいなところ、それたくないっていうのが年々強くなっていくっていう。あ、なるほど。だからなんか時間に追われるようなとか、はい、ここに間に合わせるように、うんうん、別にそれ飛ばしてもいいんじゃないっていうことも爆走してますもんねとかもそのまま行かなきゃっていう、はい、自分の中で決めたルールに関しては突き進むっていう特徴があるんで、はい、なのでそれでいくと15日生まれたらちょっと若干違う、別の視点から見た桐谷さんの特性特徴ですね、はい、ちなみに桐谷さん注意すべきことは打算的になった途端であらゆる運がガラガラと落ちていきます。持ち前の直感と本能に従いましょうとありますけれども、従ってるのかないや直接会ってないしわからない状況なんですけど、なんか知ってる方がいればね、ええ、スタッフの方に分かりやすいんですけど、桐谷さんこれ聞いていたら打算的にならないようにお気をつけくださいっていうことですかね、はい、あまり凝り固まってしまうと物事はうまくいきにくいっていうちょっと特徴を持ってるのが、なるほど、はい、桐谷さんの運気で、ええ、なのでそこですね、そこを注意すべきっていうことですね、はい、ちなみに志島さんこのやっぱり占いとかってやっぱりその誕生日もそうですけどやっぱ生まれた時間とかもこう大事になってくるんですか。はい、手法は違いますけど、はい、別のなんか四柱推命っていう技があるんですけど、ここはもう時間まで出ますね。でこの時間に関して言うともう本当に晩年、はい、50過ぎてから60過ぎてからのエネルギーを見るところなんで、うんうん、ないわけではないですけど、はい、今生きていく流れの中ではそこまで重要視はしないっていう考え方なんですよ。なるほど、はい、
だけどあります、生まれた時間までやっぱあるんですね、はい。まあ、その物事に対してその生まれた時間がどうしても必要な場合はこう知っておくことっていうのも大事ですよね。はい、その本当に先ほど言った運命って決められてるんですかみたいな的なところでいくと、はい、宿命はもう決まってるじゃないですか、何日も7日生まれっていう、なのでその特性を知った上で、うん、自分に向き不向きっていうのが出てくるんですよ。なので、うんうん、向いてる方向にできるだけ動けるようにして、向かない方はどちらかというと直せないんですよ、うん、その特性って、うん、もう生まれてる、生まれてきた、持って生まれたものなんて、なのでそこは弱点としてカバーフォローできるぐらいの感覚で、うん、持ってる本質の良さを生かすような動きをした方がうまくいきやすいですよっていう、そのまず己を知るとか自分を知るっていうための本にはなってます。そうなんですね、はい、やっぱりそれぞれのお誕生日で皆さんね、持って生まれたカラーみたいのが必ずあるっていうことですよね。そうですね、生まれてきたカラーには必ずありますよね。そうなんですね、はい、生まれた日にちは変えられないけど運命は変えられるということですもんね、はい、これ言うとなんか面白いデータではないですけど、たまにあるんですけど、生まれたのは例えば15日ですけど、うん、なんか役所に届けたのは16日です、どっち、はい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 、どっちを見ればいいですかっていう質問も結構あったりするんですよ。あえてもう13日に生まれてるけど13日は嫌だからって言って、1週間ぐらい確かなんかあるんですよね、誕生日がずれたとか何日か遅れたとかっていう、はいはい、そういう場合はあのもうそういうと両方見なきゃいけませんってなってしまうんで、あの琉球風水的にというか僕的にはもう戸籍、はい、戸籍に載ってるやつを見ます。うーん、はい、なので多分見ていらっしゃる方でも可能性があるんですよ。12日生まれだけど13日なんだよな、あ絶対そうですよね、本来は12日って言われてるんだけど、どっちがいいのかなとかっていう方の場合も本当戸籍に載ってるやつ、戸籍が大事なんですね、はい、戸籍に載ってるやつでやらないともう乱れるというかあのブレるんですよ。うーん、なのでこういう質問もあるんで、なのでそういう方に向けて、なるほど、はい、そこもちょっとワンポイントとして頭に入れておくといいかもしれない、はい、ということですね。で上級者的な発想すると、はい、生まれた日を3割戸籍を7割ぐらいの感覚で見るといいです。あ結構重要なんですね、はい、一応はあの生物的にというか、なるほど、この人間の機械的な形じゃないですか、そうですね、戸籍に残すとか、はい、あの届け出を、うん、でも自然の流れの中で生まれた日がたまたま12、たまたま12日で、はい、なんかいろいろ事情があって13日になりましたっていう場合は、うん、人の流れというか親の流れというかっていう形になるんで、はい、なのでそういう場合は3、7ぐらいで見てた方がいいです。なるほど、はい、なるほど、もう本当にいろんな流派あるんで、本当ですね、難しいんですよ。お腹に胎児として3ヶ月になった時点から人なんでその運気を見ますとかっていう人もたまにいるんですよ。うわ、いやでも誕生日知らなくないっていう風に分からなくないってなりますよね、余計分からなくなってしまうんで、なのでちゃんと明確にあの迷わさないようにしっかりするために戸籍っていう方が、はい、まあ、一番理想です。はい、こちらの方かなりね誕生日分けなんで分かりやすくなってるので、はい、もう引きつけられちゃいます。島さんこれいただいていいですか？どうぞ。ありがとうございます。あのコミュニケーションツールとしてありがとうございます、はい、かなりこれは盛り上がりますね、はい、やっぱりね風の時代個性を大事にしていきたいですよね、うん、桐谷さんだってもう個性の塊なので、はい、風の時代にもう乗れてるのでは個性の塊で風を切って走ってますから、ね、そうですよね。まだやってるんですかね。いや元気に多分爆走されてるのでは気をつけた方がいいですよねくれぐれも事故だけに気をつけていただいて、ね、多分桐谷さんのことだから、はい、きっとフラッと風のように爆走中なのでは、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。